引き続きゴージェビアティのコーナーです。池田選手、ヤン選手にお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さて、ここからは今月9日に行われたリーグ第11節を振り返ります。ホンダ FC に2対0で勝利したこの試合、先制点はヤン選手のフリーキックでした。もうヤン選手スーパーゴール、いかがですか、振り返って。いやもうスーパーゴールですね。スーパーゴールですね。はい、自画自賛。はい、いやでもスーパーゴール、確かに。はい、え、これ狙ったんですか。そうですね、狙いましたね。ちょっと雨でスリッピーになってたんで、もう低くて速いボールを蹴れば入るかなと思って蹴りました。ちょっとこう距離があるようにも思ったんですけれども、ヒグさん、まさにスーパーゴールでした。いかがでしたか。そうですね、ちょっとヤン選手舐められてたかなと。壁が2枚でしたよね。はい、ああなるほど。ほぼ壁がない状況の中で、はい、やっぱり低いボールが蹴れると、はい、でしかもスリッピーでそこをこうバウンドさせてっていう、非常に頭を使ったいいシュートだったと思いますね。壁2枚、そのうちの1枚はもうほぼほぼもうすぐ動いちゃってて、だからもう壁ないような状況だった。ないような状況ですね。でそれを冷静に判断したヤンさん。そうですね、ちょっと舐めたと、舐めんなよっていう感じがありました。いいですね、素晴らしいゴールでした。そしてコーナーキックから相葉選手の今シーズン初ゴールが追加点となりました。はい、高さを見せました相葉選手です。樋口さん、今シーズンのビアティン、セットプレーからのゴールが多いですけれども、やはりこれ大きな武器になってますね。そうですね、やっぱ崩して点取る場面ばっかりはないと思いますのでね、はい、やっぱ苦しいゲームをものにするっていうのはもうセットプレーはもう本当に大きいと思いますのでね、うん、そういう意味ではヤン選手のこのプレスキックっていうのは非常に大きな武器だと思いますね。あ、ヤンさん、今シーズンビアティン、いろんなこうパターンのセットプレー持ってそうですよね。そうですね、持ってますね。おう、これ以上はちょっと話せない。バレちゃダメだから。そうですね、ぜひ会場に来てください。そうですね、はい、そのセットプレーにも注目というビアティンとなります。そして池田選手、池田選手は2020年のシーズン途中に加入して、これまでホンダ FC と幾度となく対戦してきましたが、ようやくホンダ FC から勝利することができましたね。はい、まあ、自分が JFL に所属してから初めて勝てたので嬉しいです。はい、今回が14回目の対戦だったんですよね。はい、ビアティンが、ビアティンにとって、はい、マセ監督からちょっと試合前実はメッセージがあったと聞いてるんですけれども、はい、どういう話だったんですか。ビアティンはオランダ語で14という意味で、うん、はい、14回目の対戦ということで、14度目の正直だぞと、今日絶対勝つぞと、はい、メッセージをもらいました。で、まさに有言実行の形。はい、ヤンさん、はい、やっぱこう熱いもの感じたんですか。もう感じましたね。鳥肌立ちました、その言葉聞いて僕は。そしてスーパーゴールも生まれた。そうですね。ねえ、ヤンさん、ここまでリーグ戦全試合に出場、3ゴールを決めているということになります。ご自身のコンディションについてはいかがですか。そうですね、コンディションは非常に良くて、はい、で、まあ、頭の中のプレーの、はい、幅、プレーの整理がちゃんとできてて、それがそのままプレーに出てるんで、はい、引き続き続けていきたいと思います。はい、ありがとうございます。いやいや、本当よく噛み締めながらこうお話いただけるんで、はい、あとこの素敵な笑顔です、ヤン選手の。まあ、樋口さんからも先ほど話ありましたけれども、やっぱりこの男のセットプレー、プレースキック非常に重要ですね。ね、なんかこう苦しい時にこう、はい、いいプレーしてくれそうな空気を持ってますよね。そうですね、はい、まさにムードメーカーになっている、ヤン選手と思います。さて、おとといですけれども、アウェーでベルスパ大分と対戦したビアティンです。振り返ります。
前半から相手陣内で多くチャンスを作ると前半終了間際に児玉慎太郎選手のゴールで先制。後半も決定的な場面を作り、この試合18本のシュートを打つも追加点を決められません。すると後半40分に失点し、試合は引き分けとなりました。まあ、池田さん、改めて勝てる試合だった、そんな手応えでしょうか。そうですね、勝たないといけない試合だったと思いますね。ですからこれ勝ち点2をこぼしたっていう、おそらく印象の方が選手たちは大きいかもしれないですね。そうですね、うん。そして先ほどの集合写真ちょっと見てほしいんですけれども、こちらですね、画面右下、これ池田選手と、ヤン選手なんですけれども、これちょっと池田さんからご説明いただけますか。まず、まあ、ヤン選手が、はい、こう毎試合ちょっとずつ足が自分の方に入ってきてるんですけど、はい、今回が最大の足の開きでしたね。これですから、いよいよ公式戦勝ちに行くぞっていう直前の集合写真なんですけれども、ヤンさんがこう中に入ってきちゃってる、はい、でこれよく見ると池田さん、はい、池田さんの膝の上に手を置いているのはこれヤンさんですね、はい、これ本来自分の膝の上に手を置くんですよね。まあそうですね、人に膝の上に手を置かれたのは初めてです。初めてですね、集合写真では。試合前に試合前に、ヤンさん、これ一体どういうことなんでしょうか。もう試合に集中して、これ僕の膝ですよね。あ、違かった。そうか、もう気持ちが試合に向かってるから、はい、もう誰の足か分かってないっていう、はい、集中してます。ぜひ試合前の集合写真にも皆さん注目してください。それでは最新の順位表です。ビアティンは5勝5分け2敗で現在4位につけています。首位の高知との勝ち点差は10に開きました。3位の栃木シティ FC から8位のベルスパ大分まではなんと7チームが勝ち点3の中にひしめき合っています。抜け出すためにはやはり勝利、そして連勝が求められています。続いて今後のホームゲームの情報です。次のホームゲームは今週末の23日レイラック滋賀と対戦します。この試合はスタジアムにパトカーや白バイ、消防車や自衛隊の車両など旗なく車がやってきます。そして7月のホームゲーム2試合はナイトゲームです。キックオフはともに午後6時です。7月6日は東院町に在住在勤在学の500名様を無料で招待します。7月13日は川越町に在住在勤在学の500名様を無料で招待します。楽しいイベントやスタジアムグルメの出店もありますので、スタジアムで楽しい夏を過ごしましょう。そして J リーグに昇格するためには1日あたり2000人の観客動員が条件です。ぜひご家族や友人ら周りの方を一人でも多くお誘いいただいて、スタジアムへお越しください。それでは最後に池田選手、そしてヤン選手にテレビをご覧の皆さんにメッセージいただこうと思います。まずは池田さん、お願いします。はい、いつも熱い声援ありがとうございます。もう本当に僕たち選手が結果を残すだけだと思っているので、引き続き熱い声援よろしくお願いします。はい、では最後ヤン選手お願いします。はい、いつも熱い応援声援をありがとうございます。我々ビアティンは必ず J に昇格します。ぜひ会場へ来てください。はい、ありがとうございます。今日は池田直樹選手、そしてヤン・ヒョンジュ選手にお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。